五仮想駅構内。正面が米原方、手前が清川方。左が米原方面ホーム、右が清川方面ホーム。五仮想駅は滋賀県東近江市五ヶ所小畑町にある近江鉄道本線の駅である。駅番号は OR13。五仮想は開業当時の地名表記に基づく駅名で、現在の地名表記は五仮所が一般的である。相対式2面2線の無人駅で、構内のすぐ南を東海道新幹線が交差している。西側の米原方面ホームと東側の清川方面ホームは構内踏切で結ばれている。米原方面ホームに隣接して駅舎が設置されており、現在の駅舎は近江商人発祥地、五ヶ所の景観に合わせた瓦葺きの木造平屋建て。東近江市シルバー人材センター、五ヶ所事業所が併設され、センター職員が駅舎管理やレンタサイクルの貸し出しを行っている。清川方面ホームの東側には側線があり、その高尾川寄りから引き込み線が伸びる。引き込み線は、越川河岸の砂利採取場のために引かれたもので、採取場廃止後は、越川河岸付近の線路は撤去され、近江鉄道のバラストの積載線として使用されている。現在は滅多に使用されないので、近所の子供たちの格好の遊び場となっている。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。駅周辺は住宅街であり、商店はほとんどない。五ヶ所地区の中央部から東にずれた位置であるため、同じく地区東寄りに集中する行政サービス諸施設には比較的近いが、観光の中心である近道地区までは 2km ほど離れており、レンタサイクルが便利である。駅前からは、東近江市が近江タクシーに委託運営している乗り合いタクシー、ちょこっと号の五ヶ所循環線が運行されている。乗車するには、事前予約が必要。旧五ヶ所町時代は、五ヶ所町内循環バスが運行され、便数は少なかったものの、五仮想駅と町内各地とを結ぶ路線があった。大正末から昭和初期には、五ヶ所自動車によって近道から五仮想駅を経由して、能登川駅まで乗り合い自動車が運行され、昭和16年頃までは五仮想駅と能登川駅を結ぶ乗り合い馬車もあった。ありがとうございます。